こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日は、出品で自己発送は NG ということでね。まあ、自己発送は自己発送。まあ、トラブルは出品者の責任になります。まあ、そんなわけでね、FBA だけを使ってるんですけど、中には、間違えて、自己発送になっちゃってる場合もあると。で、これ自己発送になってると、間違えて売れたときね、まあ、梱包して発送しなきゃいけない。で、一個でね、送料払ったら、まあ、赤字になることが多い。まあ、プラス、ね、どんなトラブルであろうと、まあ、その出品者にね、責任被ってくるということでね、本当自己発送で売ってるとバカバカしいです。ですんでね、間違えて出品して自己発送となっちゃった、自己発送で売れちゃったということがないようにね、そのチェックの方法を教えます。ちなみに、例えば自己発送で送ると、ね、税関で時間がかかった。税関の担当者が休みだったのか、たまたま商品のね、中身をチェックしたくなったのか、わかりませんけど、時間がかかった。そうすると当然ね、届くのが遅れます。到着遅れます。到着遅れたからもういらないとかね、到着遅れたから悪い評価とか、到着、遅れたからね、もう、こんないらんと、届いてないことにしちゃおうとか。なった場合、すべてこれね、出品者の、責任、リスクになります。配送会社の、ね、配達が遅れたのもそう。配達員が間違えて、隣のアパートに届けちゃったとかね、あるいはね、別の部屋に届けちゃった。で、これ、届けちゃったって言いますけど、今、コロナのね、せいでもうサインとかもらわないですから、ポストの近くにぶん投げとくだけです。ね、だからね、間違えて届ける率って結構高いです。あるいはね、放り投げたら荷物を誰かがパクったと。ね、軽い気持ちでね、荷物を持ってっちゃう人っていますんでね、誰か持ってっちゃったと。または、購入者が届いてないと嘘をついた。あるいは勘違いをした。これ勘違いってのはね、家族の誰かが受け取って受け取ったことを忘れてね、どっかに置いちゃって、それ届いてないって、これよくある話です。これら、ね、そんなの、出品者の責任じゃないじゃんということもね、全部出品者が悪いということになりますんで、まあ、本当自己発送でね、送るというのは割に合いません。FBA だけを使いましょう。で、間違えて自己発送で売れてしまう前に FBA に切り替えましょう。で、チェック方法、インベントリでマネージインベントリにすると。そうするとね、このアクティブと出てる。これ、1回目の納品まだ済んでなくてアクティブってなってた場合は、これね、自己発送で出品しちゃってます。売れる前に切り替えましょう。でね、他、もうアクティブになってて在庫がある場合ね、こういうふうに FBA フィーっていうのが出てきます。で、それがないってことはこれ自己発送にしちゃってます。まあ見方がわかんなきゃ、画面キャプチャーいただきゃね、これ自己発送になっちゃってますっての教えます。で、自己発送になってた場合は、この、右端のエディットをクリックすると、選択項目の中に Change to Fulfillment by Amazon というのがありますので、こちらをクリックして、セーブすると、Amazon からの発送に変更されます。これもまたやり方はまた別なね、動画でナビするか、あるいはね、聞いていただければナビします。まあ、何しろ、ね、気づかずに自己発送になって売れちゃってどうしましょうってね、やっぱたまにある相談なんでね、まあ、これ本当もったいないミスなんで、自己発送になってるかどうかのチェックっていうのはね、出品が一通り終わったら、必ずチェックする習慣をつけてください。チェック方法、またはね、報告、ご相談、ナビの希望、お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。